こんばんは、AKB48ハルピオこと橋本アルナです。やっほー、こんばんばん、ばんばんは。皆さんに秘宝があるんですけれど、びっくりした。秘宝です。秘宝です。秘宝っていうのは悲しい報告。めっちゃ悲しいんですけど、早く言ってよって言われたんで言わない。もうちょっと、ちょっと、じゃあもうちょっと泳がせましょうか。もうちょっと泳いでってください。いや、早く言ってって言われたら言いたくなくなる主義なんでね、私。はい、ありがとう。早く言ってって言ってくれて、ちょっと当ててください。じゃあ、ありがとうございます。経験ポジです。ヒント、ヒントはなんかめっちゃみんなお弁当って言ってるんだけど、お弁当ではありません。お弁当ではございません。ヒントは、ピョンムービー録画失敗、いやそれはないと思う。大丈夫、撮れてます。ヒントは、結婚じゃない。優しいスタッフさん、ありがとうございます。ありがとうございます、スタンプ。髪切ったのに気づい、あ、全然美容室全く行ってない、やば。いつから行ってないんだろう。でもドボン前には行きたいなと思ってるんだけど、行けるかな。ハルピョンも背中痛い、あ、めっちゃ元気。 LINE が3桁溜まった、いや溜まってます、溜まってます。3日ぐらい、でも3日ぐらい開けたら溜まるんですけど、基本全部公式 LINE なんで、ほぼ2日か、2日ぐらい開けたら、2日ぐらい見なかったらあれなんですけど、そう、全部公式 LINE で、あの公式 LINE 全部見たら通常 LINE その10件ぐらいなんで大丈夫です。はい、
財布落とした。いやもっと、それはそうなったらうち配信してない、秘宝すぎて探し回ってる未だに。ヒントは最近聞いたよね、なんちゃらスペシャル、箱根とか行ったやつ。ごめん、充電器さしてるのにスイッチ入れてなかった、ごめん。最近聞いたよね、箱根スペシャルがヒント。めちゃくちゃ飲んでました。いや全然、私2杯ぐらいしか飲んでない私カシスオレンジの2杯しか飲んでない全然美味しかったジュースでした。美味しいジュースを飲んでました。大好きオレンジジュース。カットされたわけじゃないです、どこも別にカットもしてないし失敗もされてません。実は箱根だと思ってたところが違う、それは違います。違います。差し入れを持って帰るの忘れました。いや差し入れなんてなかった。ルービックキューブは昨日見せたある。あ、ま、惜しい。正解は昨日ひーちゃんの卒コンの練習をね、まあするじゃないですか、そりゃしてたんですよ。そう、大事ですから。でそしたら、まあ、あのめっちゃ髪飾りとかがめっちゃかかってるあのところがあるんですけど、そこと服が引っかかっちゃって落ちちゃったの、それが全部で、あっってなって、でもとりあえず直したんです。でオッケーオッケー、治ったと思ってて、さっきなんか、え、これなんか何これみたいな、こんなのあったっけみたいな、なんかネイルパーツみたいな、ピンクのネイルパーツみたいなのが落ちてたんですよ。こんなのあったっけと思って、そのピンクのネイルパーツみたいなの拾ったらこれで。待って、ウサギの耳がない、つかなかったんですよ、片耳取れました悲しい。そう、これは最近聞いたよねのあれの時に、箱根スペシャルの時につけてた紙ゴムなんですけど、そう本来これなんですよ、でもそれがこうなりました。悲しい、秘宝すぎる。そうね、これファンの方にもらったやつで、もう一ペアあるんですけど、今ここにはないんだけど、もう一ペア、もうちょっと白強めというか、もうちょっと薄いピンクのやつだから、次からはそれで。悲しい、でももう一ペアあるんで、次からそれで、それにします。取れた、まあ頑張った勲章です。もうこれもね、見てゴムもうちぎれそうだったの、だからまあしょうがないと思って、うん、もうちぎれそうだったからありがとうって供養します。アロンアルファもね思ったんですけど、
でもまあもう一個あるし、ゴムちぎれそうだったし、供養します。しょうがないっす。今日もオンラインお話し会ありがとうございました。62枚目シングル、アイドルなんかじゃなかったらの最後の握手会じゃない、お話し会というか、まあとりあえずイベント最後の、まあファンミはあるんですけど私は出ないので、私としては最後のそういうイベント系でした。ありがとうございました。そうですね、はい、このシングルは私自身がまずあれが減ったりとか部数が減ったりとかしたし、そうちょっとね悲しい気持ちになったりとかもしたし、でもみんながなんか大丈夫だよっていっぱい来てくれたりとか、なんか11月滑走路になったりとかもしたんですけれども、でもみんなが頑張って12月いっぱい来てくれたりとか、1月ももう本当に今日昨日今日で6部あったんですけど4部売り切れてたりとか、そうそうそう本当にみんながいっぱいお話ししたいと思って来てくださったおかげで、次のシングルも部数増えたりとかしたし、こうサインもなんか1回で3枚しか書かない時とかもあるんですよ。なんかその売り切れてないとさ、やっぱなんていうの、書くあれもなくって、そう書くのもなくなかったりとかするんだけど、もうずっと20枚割と書いてたりとか、10枚か一部10枚ずつ書いてたりとかして、そうすごい皆さんのおかげで結構なんかいろんな気持ちになった、お話し会ではお話し会握手会のシングルではすごいあったんですけど、でもみんなといろんなお話ができたりとかして楽しかったなって思うし、まあこのシングルからそれこそ握手会が再開したじゃないですか。だからこそその握手会待ちわびてましたとか、4年ぶりですみたいな人も来たりとか、こうなんだろう、なんか懐かしい方も来てくださったりとか、その本当なんていうの、この握手を待ちわびてましたみたいな、ずっと画面越しだったからあれだったけどみたいな、ようやく握手ができるようになって嬉しいですみたいな感じの人とかもいたりして、すごく嬉しくて、うん、めっちゃありがたいな嬉しいなって思ったり、あとはまあ基本的に今回のシングルの服装は全部あれですね、ファンのほぼファンの方からいただいた服ばっか着たんですけどでも本当になんかみんなにそうやって直接ね私服を見ていただける機会とかもあんまりないじゃないですか。その画面越しではあるかもしれないけど直接見る機会とかってないから、そういう時にね着れたりとかして嬉しかったなーって改めてこう思いますね、うん、バンボシさん、コロポックルさん、ハートありがとうございます。そうなのでまあ
いろいろ本当にいろんな感情になった、このシングルの握手会お話し会だったんですけれども、それ以上にやっぱり何よりもこう握手会が復活したっていうのが大きかったかなっていうのは思いますね。はい、おっと、風と海とさん、これ何、服なんだっけ、これ熊で、服熊でタワーありがとうございます。せーの、タワータワーありが、服熊でタワー、風と海とさん、ありが、福くまでたわ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そうね、今日でね、みんな卒業するメンバーも多かったりとか、なんか私のことをそれこそそのなんかちらっと見たことあったりとかそのしたけどみたいな、そうとか、なんかずっとこのメンバー応援しててみたいな、なんか迷っすごい二押しでしたみたいな人も今日握手会に何人か来てくださって、二押しだったんですけどみたいな、とかなんか DD でみたいな、まるまるちゃん推しなんですけどみんな好きだなって思ってなんか細々と来てたんですけどみたいな人とかが、ちょっと今日で AKB 卒業しますみたいな人が今日何人も来られて、なんか寂しいなって、なんか私自身もこうなんか引き止められないというか、こう AKB にとどめてあげれなかったというかのがすごい、なんか二押しだったのに私が一押しにはならないのかっていう悔しさもあるんですけど、でも、まあ、本当にその子のことを応援してたんだなみたいな感じ、もうなんかそう、そういう人が何人か今日いらしてて、そっかみたいな、うん、まあ分からんでもないなみたいな、私も高見菜さん、ずっと高見菜さんが好きみたいな感じだった、で割と二押しは DD みたいな10人ぐらいそういてみたいなそうそうそう、だからなんか私もその立場だったから、高見菜さんが辞める前に自分が AKB に入ったから AKB を好きな気持ちは変わらないけれどもでも多分もし自分が AKB に入ってなかったとした時に次の推しを見つけてたのかなとかって考えたら、なんかどうなんだろうって、私もそういう気持ちになりました。こんばんは、そういっぱいいた、そういう方が結構今日いっぱい、そんないっぱいではないけど 4,5 人意外といそうでいなさそうでいそうな人数、うん、推しは自然と生まれるものです最後ハルピョンになる、おいつだろうね、本当にいつなんだろう、私も分かんない、うん、自分でも分かんないです正直。鉄道のエイトさん、群八さん、波動馬道起動さん、ハートありがとうございます。うん、どうなんだろうっていうのは本当に分かんない、なんか
ふとあ卒業かな今この時期かなって考えることはすごい増えたんですけど、でもやっぱそう思った矢先にさ劇場とかステージ立っちゃうと、あ今じゃないわみたいなあごめん今じゃないわまだアイドルやりたいわみたいな気持ちになるんですよ。そうもちろん考えはしますよ、こんだけこう同期だったりとか仲いいメンバー後輩ちゃんとかいっぱい卒業していく中で、やっぱ私自身ももう10年目、もう4月次の4月で10周年になるし、まあ23歳、今年年女24歳だし、なんか私自身もこう事務所だったり選抜だったりにチームエイトのメンバーの中で唯一、その初期面の中でそう選抜だったり事務所だったりに唯一入ってないメンバーじゃないですかそうだからもういる方がまず奇跡なんですけど本当にそう本当になんでいるんだろうって多分思ってる人も多いと思うんですけど私のファンじゃなかったら、なんか別にアンチとかじゃないけどファンでもないみたいな、なんか他のメンバーのファンだけどみたいなっていう人はきっとなんでいるのハルピョンまだみたいな多分思うと思うんですよ。いや私も思うし自分でも、でもそれでもなんかやっぱステージ立つとなんか立ちたいわまだって思うし、そうゲッターズイーダッチはあと3年、こっから3年しなんか運勢いいよって言ってるし、そうだからなんかいいよみたいなそうえなんかいやもちろん、まあ、大学もね卒業したし、こう大卒新卒として辞めたら辞めただったじゃないですか私年齢的にも。そうでもなんかまだやっぱアイドルしてる方が楽しい、なんていうの、まだそう思う、アイドルしてる時が一番楽しいってまだ思う人間だから、うん、一番楽しいの、まあ寝てる時間も大好きなんだけどアイドルしてる時間が一番楽しいなって思う人間なのね。そうだからまだいちゃうよね。そう、うん、難しい本当に全然めっちゃむずいそうでも考えなきゃいけないのはもちろん分かってるんですよ、自分の年齢もそうだし、こうこれから先の AKB をこうやっぱ今同期が総監督になって引っ張っていきますみたいな言ってる中で、なんか私はそのそこに一緒にいら入れてない自分もいてでもなんか気づいたら上から何番目みたいな上から数えた方が早いみたいな年齢でもあるし木でもあるし、そうでもなんか辞めてる自分が想像できなくて、まだ未だにまだそういる自分の方がなんか鮮明にわかなんていうのねあるんですよ。共通テスト終わりました、全然できなくて悔しいし不安、大丈夫うちも共通テスト全然できない、共通テストって私はセンターだったんだけど全然できなかったマジで全然できなかったから大丈夫、うん、でもさその自分が全然できないってことは問題が難しくなっているってことはでしょ、問題が難しいってことは周りもみんな難しいって思ってるから大丈夫、二次に向けて勉強すれば OK 大丈夫、そのできませんでしたのこれじゃなくてしゃ二次に向けていけみたいな気持ちの方が大事、そうはなれないのは分かるよ、でも
わかる、そうはなれないよね。なんかよく言われるけどよく言われるけどさ、大丈夫だよ、2時まで勉強しよう、頑張ろうみたいな。そうはなれない気持ちもわかる。もういや、やめたってなっちゃうよね。わかります。うん、全部終わってからもうやめたってなれば OK ステージでハルピョン、ハルちゃんを見かけるとつい目で追っちゃう。嬉しい、ありがとう。なんかでも今日マサルと喋って、マサイマユちゃんと喋ってたんですけど、17期の、え何歳なんですかみたいなそう、大学、え大学、あ卒業さ、あそうなんですね、えみたいな、何歳なんですか、そう話になって、太田ゆきちゃんと3人でその話になって、そういう感じの話になってて、えみたいな、ヘッドねみたいなヘッドね23歳23歳だよ、へそう、こう見えても23、こんなに大人っぽく見えてもまだ23歳なの言ったら、あそれはないです、大丈夫ですって言われた。こんなに大人っぽく見えてもね、まだ23歳なの私、それは無理ありますって言われました。そうでもありがたいっすよね、まあアイドルとしてはさ、若く見えるって重要なことじゃないですか。そうだから、そうやってみんなが若く見えるとか、なんかこうねそう言ってもらえて嬉しい。そう、うん、やっぱさ大人っぽく見られたいけど、綺麗めに見られたいけど、アイドルとしては若く見られた方が得じゃん。てか女性として一人の女としてはさ、若く見られた方が得じゃん、うん、特にアイドルは。一条寺ひかるさんハートありがとう、ふみおさんハートありがとう。3年前に初めて劇場で見てた時中1かと思いました第一、ハルピョン目当てじゃない知り合いが公園でハルピョン公園後ハルピョンに持ってかれる話してんの、よく嬉しい。でもそうなんですよね、なんかこれまではさ、やっぱさこうなんか私そのチームがなくなるってことに対して、いやなんでだよとかめっちゃ思ってたけど、いやもちろんそのチームってなくさなきゃダメだったのかなって今でもそりゃ思ってるけど、でもこう僕隊に出てからなんか僕の太陽公園でその初めて見ましたっていう人とかも増えたりとか、そうしてくださってて、こうやっぱこれまでチーム B の公演いっぱい出てたりとか、それこそチーム8の公演、チーム8からチーム B に兼任した時もそのB で初めて見てみたいな人がめっちゃいてくださったんですよ。そうだからなんかこうもちろんチームにこだわるのもすごい大事だと思うし、そのチームの結束力を高めるのもすごい大事だと思うけど、
でもそのそうやっていろんなファンの人に見てもらえる機会とかがこうチームがなくな、まあ別にチームがなくならなくても、うん、ごちゃごちゃの公演やればいい話だったんですけどまあそれは置いといてそうなんかやっぱチームってなると同じメンバーがやっぱどうしても人数が足りないって、チーム B とかの時もさ人数が足りないからどうしても同じメンバーで回さなきゃいけないってなった時にさ、どうしてもやっぱ劇場で見たことあるなこの顔の人みたいな人たちが増えていくじゃないですか。そうでもこうごちゃごちゃの人たちがいるその僕の太陽公演チームがない今のこの AKB の感じになっていろんなメンバーと出て、なんかこれまで私たちメンバー自身もこれまで喋ったことない先輩方と喋ったり、後輩ともね喋ったことあんまりなかった後輩とも喋ったりとか、こう初めて見るファンの人がいたりとか、そうなんかなんて言うんだろう、私を知らなかったファンの人、私を橋本春奈ってことは知ってたけどみたいな、劇場でパフォーマンスこの子の見たことなかったっていうファンの人が私のパフォーマンスを見てくださったりとかして好きになりましたみたいな人も結構いたりしてくださってて、それがすごい嬉しくて、私の中ではやっぱりそうだから、なんか私自身こうもちろんチームがなくなるってことに対してはすごい嫌だなっていう気持ちもあったし、こう AKB がこう十何年も17年18年もこうチームを大切にしてきたのにっていう気持ちもあったんですけど、なんか別にマイナスだけじゃないなっていうのは最近こう亡くなってしばらく経ってからだけど最近思うようになって、そうそうそう、だからこれからさ、まあ僕の太陽公演だけじゃなくてユイリーさんの公演だったり普通に新公演だったりも始まるじゃないですか、ってなった時にこう AKB を好きな人がもっと増えてくれそうだなっていうのを思ってて、今は多分個々のメンバーを好きっていう感じだと思うんですよ。でもそっからそうハルピョンを好きっていうのも嬉しいんだけど、AKB を好きその中でもみたいな、そうそうそう、なんかハルピョンのことも好きだけどこの AKB のパフォーマンスを見てるのが楽しいなって思ってくださったりとか、そうしてほしいなって最近思うようになってて、まあもちろんその中でも私のことは一番に好きでいてほしいって思うんですけどそうそうですね、うん、でももちろん分かってるんですよ、この今の AKB が変わるにはこうメンバー同士でファンを取り合うんじゃなくて、こう新しいところから AKB 今の AKB を知らなかったり別にそんな好きじゃない興味ないなって思ってる人たちが今の AKB を好きになってくれるように私たちも頑張らなきゃいけないっていうのは分かってて、もちろんそう、ここから AKB がもっとねこう上に登っていくためには、うん、外の今の AKB を好きじゃないというか好きになってない人たちにも AKB 今の AKB を見てもらわなきゃいけないなっていうのを思ってて、そうだそれはすごい難しいんですけどそれは難しい分かってるんですけど、すごいそれって難しいことじゃないですか、どうじゃあ頑張ったら AKB を見てもらえるんだろうってむずいチャンス、うん、一回劇場公演と握手会ご新規無料みたいなのやってほしい。おお、なるほどね。でもどうやってわかんの新規橋本と俺の
あ、びっくりした、明日の連絡だ。橋本と俺の相性 45% 大丈夫だよ、 45% もあるじゃん、ゼロじゃない、ゼロじゃない。そう、スタッフさんからの連絡はこの音、メール、なんかわかるじゃん、他のさメールの音とさ一緒にしないことでさ、わかるじゃないですか。AKB 劇場の入場履歴、そんなのわかんの？吉田さんとか全員分把握してる？郡司さん、リンゴさん、全員分把握してる？むずいよね。パソコンにデータだって18年分ですよ。18年分もある。あ、回数カウントされて、あ、そうなんだ。え、でもなんかゆきりんさんの YouTube とか見ててわかるのが、なんか握手会の行き方がわかりませんとか、そう、劇場の行き方がわかりません、 AKB、 そう、なんかその YouTubeの質問箱とかよくやってらっしゃるじゃないですか、ゆきりんさん。その時になんか、ゆきりんさんに会う方法ってありますみたいなっていう質問をよく見てて、え、ゆきりんさんのファンの方でもそう思ってるってことは、絶対この世の中にそう思ってる、なんかテレビとかで AKB を見るけどみたいな、そう、アイドルのライブとかに行ったことないんだよねみたいな、そういう人多そうだなっていうのは思ってて、そう、そうだよなーみたいな思う。なんかチームエイトは昔小中学生限定だったけど当日券みたいなやってたんですよ。そう、めっちゃ昔、小中学生500円で入れる当日券みたいな。うん、そうそう、むずいけどな。でもね、なんか分かる、私もなんか握手会ってどうやって買うんだろうって思ってサイト見たけど、え、なんか文字多くて無理って思ったもん。うん、とか私もそれこそもう小学生とかの時になんかこうまだ AKB、 まだ普通に AKB のこと好きみたいな感じで夏休みとかってさ、やっぱ東京に遊びに行くんですよ。そう、なんかそういう時に、え、どうやって見るのみたいな、そう思うもんね、思ったもん。普通に当日劇場来て、夏休みにパパと、あ、当日じゃ無理なんだってそこで知るもんね、そこで知ったもん。うん、なんか多分 AKB は AKB でなんか
書かなきゃいけないことだったりとか、こう書いといたから書きましたけどって言えるのはわかるんだけどね、なんかむずいよね。なんか昔さ、握手会の仕方みたいな感じでさ、動画さとちゃんとかやってたけどさ、なんかその動画うちらもさ、なんかこれどんな感じって聞かれてもうちらも理解してないからわかんないそう、うちらも理解してないから、うん、正直わかんないんすよ。そう、ゆきりんさんもさ YouTube でさ、え、どう、ね、何みたいな、 OS 版みたいなの買えばいいんですけどみたいな言ってたけどさ、ゆきりんさん分かってなくったら私たちだって分かんないってみたいなそうなんですよね。どう、むずい、全然知らないから、新しく動画、シングル出るたびに動画作ってなんかめんどくさいかもしんないけど動画作ってうちらにメンバーにも展開してほしい。そしたらさ、私たちもさ、あ、こっからこうやってみたいな感じでファンの方に言えるのに。そうそうそう、ね、チケットの、そう、チケットの取り方だとかだよね、むずいの。わかるわ。そこに行けば無料でイベント見れるイベントがほぼない。確かに昔はね、8年前とかはよくやってたけどね、うちら。なんか普通に私もそれこそ富山、地元富山でこうファボーレっていうめっちゃショッピングセンターみたいなところでやってた、やった時になんかやっぱ AKB が来るってだけで人って行こうかなってなるらしくってそう、あの全然その時私中学生だったんですけど、高校に入った時にその高校の友達がたまたまそこにいたらしくて、全然私まだ知り合ってない時にね、なんか AKB が来るって言ったから行ったんだよね昔みたいな。そうしたら高校で友達になってた、ウケるみたいなそうそうそう、やっぱすごい、そう、なんか多分関東とかに住んでたらその、なんて言うんだろう、その感じがもしかしたら分かんないかもしれないんだけど、やっぱこう富山とかね、やっぱそうな、あんまなかなか来ないじゃん AKB なんて。そうだから AKB が来るってだけでやっぱこうなかなか AKB が来ない場所の人たちからしたら、人って無料だと より集まるんすよ、人ってね。だからね、やりたいよね、またわかる。でもチームエイトなくなったからさチームエイトなくなったからさ、どっからあの山口の下関の1月20日のイベントどっから取ってきたんだろうって、そう、すごいなって思うけど本当に、うん、私行かないけど行きたかった普通に。
いやでもここでなるちゃんに頑張ってもらおうっていうのは違うんだって、なるちゃんだって一メンバーって言ってたでしょ。みおんさんが意見箱じゃないんですよ、なるちゃんの SNS は。だからそういうさ、AKB ってさ今さあります？ここに申し込んだら必ずできますみたいな、大体その1回はスタッフさん絶対読んでくれる意見箱みたいなある？あるのかな。ファンの方からスタッフさんにっていう意見箱みたいなないよね。まあでもそれを作るとね、なんかだからファンクラブ内で作ったら良さそう。もうだってさ名前とかさそれでさチケットとかさあれするからさ、もしもさなんか変なアンチコメントみたいなのがさあったらその人その劇場入れませんにすればいいんでしょそう、そしたらなんかこうこっち側はさこれやりたいあれやりたいとかって出しててもさ、ファンの人的にはさ別にそれを求めてないんだよねみたいなのもあるわけじゃないですか絶対。そう、ね、なんかだから多分総選挙じゃないや総監督に批判非難の声とかがきっと集まっちゃうのかもなと思って、うん、やっぱみんなこう困った時にじゃあ総監督にってなるじゃないですか。そう AKB モバイル、そう、そういうところで、やってほしい。現に今もなってたじゃん。こうだってなったら、いや、まあ、なってた全員なってたわけじゃないけれども、こう なる人もいたじゃないですか。じゃあなるちゃんに頑張ってもらおうみたいな。でも選抜メンバーでさなるちゃんなんてさアンレームもあってさいやいやみたいな、大変だよ絶対って。そんな時にさツイッターでさどうなんですか総監督みたいなコメント飛んできてみ、もう絶対うち病む絶対うち病む。だからうん、すごいと思うけどやっぱ必要かもね、その支配人的なやつ。いや多分なるちゃんはやっちゃうんですよ、自分ならってできますって。多分責任感めっちゃ強い子だからやっちゃうんですよね絶対。やりきっちゃうんだよ。そう、
でも当人の負担やばそう。総監督っていう制度が良くないわけではないと思うし、今チームがなくなってチームリーダーキャプテンがなくなってじゃあってなった時にとか、それこそゆきりんさんがってなった時にとかっていうことを考えると、やっぱメンバーをまとめる人ってっていうの人は必要だとは私は思うよ、そりゃ。でもやっぱ高見田さんってすごかったんだな改めてって思いますよね。本当になんか、本当に何か多分今は総監督だからやらなきゃ感がどんどん出ちゃってるけど、高見さんはそうじゃなくてやってたから総監督になっちゃったみたいな感じじゃない。もちろんゆいさんの総監督像だってみーおんさんの総監督像だってすごい素敵なものだったと思うし、こういてくださったからまとまってた AKB っていうのもあったし、とても大事なポジションではあったと思うし、メンバーからしてもこうじゃあどうしたらいいんだろうってなった時に総監督がってなってた部分というか、私たち自身も頼りすぎちゃってた部分はあると思うので、そこは私自身も変わらなきゃなと思うんですけど、でもやっぱ絶対ねえ、でももうどう言っても難そう。だから私にできることは、でもこういうのって誰に言ったらいいんだろうっていうのは分かんないよね。こうじゃあなんか AKB のファンの方からの意見箱みたいなの作りましょうとかっていうのって誰に言ったらいいんだろう。マネージャーさんに言ったら上に上げてくださるかな。マネージャーさんに言ったら運営さんの耳に入れてくださるかな。運営さんの連絡先を私は持ってないので。そう、うん、AKB モバイル担当とかって誰なんだろうって分かんない私たち。なんかそうなんかね、分かんないやん。分かんないのが絶対問題ですよね。私のそれは私の問題ではあるんだよな。分かってないのは私の問題ではあるよね。本当に。
いや連絡先知らないです。連絡先わかんないし、会う機会もあんまりない。うん、卒業したい時、そうですね、誰、マネージャーさんに言うのかな、誰に言うんだろう、私卒業したい時。やば。誰に言うんだ、誰に言ったらいいのか分かんないね。確かにそういえば、まあでもそれはさすがに多分メンバーに聞くと思います。卒業してったメンバー、え、誰に言った？うん、え、誰に言った？聞くと思います、さすがに。そうだって、私もさ、え、じゃあそれ郡司さんに言ったらいいじゃんとか言っちゃうもんね、すぐ。そういう時誰に言うんだろう、ファンの人って。ね、卒業するとかじゃなくて、なんか、え、ちょっと分かんない、私たちも分かんないから郡司さんに言ってよって言っちゃう。そう、確かに。とか前に一個あったのが、あのインスタの DM になんかめっちゃ、あの高校の時の友達の本名からのインスタの DM が届いて、そう、なんか高校こういうこうイベントを企画してるんだけどみたいな、なんか AKB って呼べたりするのかなみたいな来たんですけど、なんか返せないじゃん DM。 そうだし、それ以外のその連絡手段も持ってなかったのね、普通に DM 返せないし、こう LINE とかも持ってないし、連絡先メールアドレスとかも知らないから、すごい嬉しい話だったけど、これに返せないやみたいな。っていうのがあって、そうなんですよね。公式サイトに取材出演お問い合わせフォームある。でもそれどうやって伝えたらいいの？私さ、もちろんさ、
なんか私自身そのたまたま本名が一緒だっただけでみたいな人もいるじゃん絶対。たまたま橋本春奈って名前だっただけで。本当にそれが友達かも分かんないし、だってそれが友達のインスタかは分かんないじゃないですか。じゃあ例えばめっちゃ今からありきたりとか言っちゃダメかごめんなさい、 AKB 太郎さんっていう人がいるとするじゃないですか。で別に別で AKB 太郎さんって人がいるかもしれないじゃないですか。そう、別に友達の名前を語ったそのなりすましとかじゃなくって、私はこの子の本名だと思ってるけど、でも同姓同名の場合だってあるじゃん。でももちろんあの〇〇高校のって来たんですよ、〇〇高校の〇〇なんだけどみたいな、もちろん来たけど、そうたまたま同じ名前だってこともあるじゃないですか。そうだからね、分かんない。でも DM 返せないしうん、そうガチの友、あ、なんかガチむずいな、ガチの友達って言うとすごい友達っぽく聞こえるかもしれないんだけど、こう学校が一緒だったっていうぐらいの友達。そう、でも確かにインスタのストーリーとかに普通にただ載せたらよかったかもね、こう仕事依頼はこちらみたいな、よくあるじゃんインフルエンサーさんのさ、こうあれとかによくあるじゃないですか。確かに、その子が私のインスタフォローしてくれてたらストーリーズ見てくれてってこともあるかもね。確か、今度やってみよう。別に来ても来てなくてもやってみよう。あ、仕事依頼はこちらそんな生々しくは書かないけど、あり、
確かに営業してるって思われたらやだね。それはそうだ。スタッフさんにそれとなく聞いてみようかな。どうやって聞こう確かにそれで営業って言われたら嫌だよね。でも別にさ営業じゃなくない？こちらって言ってるホームページはさ AKB のホームページを指してるわけでしょ。したら個人営業ではないですよね。それが例えば私のメールアドレスとか貼ってあったらダメだろうけど、そのこちらって言ってる URL は AKB のホームページだわけで、そうですよね。まあ一度聞いた方がいいっすね一度聞いた方がいいっすよね、マネージャーさんに。真面目にコメントする意味ある？どういうこと？私がってこと？そのそれに対して、え？だって仕事欲しいやん仕事欲しいじゃん。私は欲しいと思ってるから。いやもちろん劇場とかも大事だとは思うけどさ、それはそうだよ、劇場だって大事だよ。ハルピョンのファンが自分の結婚式の司会にハルピョンを呼びたい時とかは依頼を受けられるんですか仕事依頼はこちらで。そうなんだよね。わかんないな、ちょっとわかんないや、やめようどうしたらいいの、もう。でもそうどうね、むずいよね。むずいむずい。いや私は全然なんか何でもしたいタイプの人間なんで、別に正直正直マジで何でもしたいな。え、ほんと。でもなんか一応 AKB っていうグループに所属させていただいてるし、 DH っていう事務所に所属させていただいてるからこそ、私の一存じゃ決められないというか、かわずかしくなってきたからいいや何かあとこうだ言ってるけど、多分何も変えなそう私。
仕事依頼はこちらもスタッフさんに聞かなそうだし、結局そういうタイプの人間そうじゃない？うちってこんだけ喋ってるくせして本当に何も考えてないわけじゃないんですよね。考えてはいるけど、なんかダメって言われたらとか、まあやらない後悔とか言うけどね、結局そう。わかんないや。まあ、大人と話すの緊張するんだよね。そう。だからじゃあもしまた来たら言うね。そういうなんて言うんだろう、こういうお仕事があるんですけどみたいなのがまたその個人的にインスタの DM だったりとかで来たら言います。なんかこういうの来ててみたいな、そうします。うちの文化祭来てく呼んでください。え、なんかさ、学校の文化祭とか行ってみたかった。え、お仕事依頼はこちら。どちら？ちょっとホームページ通して。え、めっちゃ行きたかった。なんかあるじゃん、よく。行ってみたい。呼んでよ。そう、8の時結構あったよね。でも私一回も行ってないんだよね。でもちゃんと呼ぶ時ハルピョンって言ってね。お願い。なんか変な感じじゃなかったら多分指名とか、なんかそれこそスケジュール次第とかではあると思うけど、できると思う。指名全然。スケジュールと確認、スタッフさんの確認次第ではあるとは思うんですけど、前にいちご農園の一日園長と運営にメールしたけどなんか
もう一回メールしてみて。もう一回メールしてみて。いや、何でもやろうと思えばできると思うけどね。どうなんだろう。だってさやりんとか郵便局なんか、なんか郵便局長みたいなやってなかったな。そうだから多分何でも。やろうと思えばできそう。難しいのかな。なんかそういう時にやっぱあれなのかな。なんだっけ、今何言おうとしたか忘れた。完全に何をとしたか忘れた。テレ東に言ったら叶いそう。いやまあそりゃそうだろうね。ズンちゃんの例があるからね。叶うと思うよ。うん。明日の仕事手伝って。ごめん明日レッスンだから無理。ごめん明日レッスンだから無理だ。ごめんて、行きたいのは山々なんだが、明日レッスンや。許しておくんなましって。部屋の掃除以来、もう全然やりたい。人の部屋って片付けれるんだなって。人の部屋ってか自分の部屋じゃなければどれだけでも片付けれるんだなって、この間レッスン場掃除してて思った。そう。自分の部屋じゃなかったらどれだけでも片付けれる。なんで自分の部屋は無理なの。え、だってこれは使うからって思っちゃうんだよね。これは使うもんみたいな思っちゃう。そう、でも多分そういうのをさしやすくするにはさ、やっぱりさ事務所なんだろうね。うん、とは思います。 DH とは別で。なんかやっぱ事務所に別で所属してるメンバーの方がいろんなお仕事の幅とかが増えてるイメージがあるから。でも私はどこも、そう、頑張ろう。頑張ろう。
久しぶりに海外イベントをやってほしいです。海外でイベントをしたい。なんか前でも聞かれたんですよね、パスポートいつまで期限ありますかってちょうど韓国行った直後ぐらいに聞かれて、そう、めっちゃあります、この間韓国行きました送ったそうそうそう、全員に聞いてると思う、さすがに。てか全員に、全員がいるグループラインで聞かれてるから大丈夫。そう、別に全く私だけの案件じゃないと思う。確かに富山ね、なんか別に富山のことを批判するわけじゃないけれども、やっぱほんと KNB さんありがたいってぐらい、あんまりこうアイドルを使うっていうのがなかなかねないよね。うん、なかなかない、富山県自体がマジで。今年の目標、新年の目標は急にもっと自分の好きだったり自分しかないことをもっとアピールする。例えば富山出身っていうのって、富山出身の AKB っていないじゃないですか、私しか。それ頑張ってみようかな今年は。ちょっと一旦今ホークスちょっと怖いから一旦ホークス置いといて、怖いからうん、そう、今はちょっと怖いかもしんないうん、なんかちょっと今あんま触れない方が良さそうな感じがするから、うん、ちょっと置いとくね。うん、観光大使、ヒガナアンバサダー謎にヒガナアンバサダー。よし、じゃあそれでいきます。今年はちょっと行動をしようと思います。橋本さんずっと言ってるか、でもあんましてこなかったしな結局。正直でものそのそ動く、なんか私多分急に
一瞬では動けない。足元動きますって言って動ける人間じゃないから、のそのそ動くね。真央さん、文雄さん、ハートありがとうございます。うん、ということで、なんか久しぶりなんですけど、そういえばだったなと思って。急にどうした、どうした急にハルピョン。カラオケでもやっちゃおうかなと。というか、こう今から先、こっから先こうイベントが増えていくので、カラオケやりたいってなるんですよ。でもまだ武道館が終わってない、うちまだうち武道館終わってないから、カラオケ配信でも久しぶりにやっちゃおうかなみたいな気持ち。借金でもどこまで歌ったか、多分全力反抗期からのはず。イベントあるよ、フィッシュワンと、フィッシュワンとかとかドボンライブとか、あれとか、ひーちゃんの卒コンとかいっぱいある。でも全力発行機とかないよね、多分入ってない気がする。オラ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 アイドル、アイドルなんかじゃなかったら系入ってないから、ごめんね、好きになっちゃって。これはありそう、なかったっけ、かき空健康。お、ないっけ、あれあった気がするんだけど、ないわ。あるわ、ありました、ごめんね。ありました、すいません。あ、切ってない、ごめんね、忘れてた。迷惑だったよね、ベイビーベイビー、気を使わないで、ドイドイドイ、悪いのは僕だ。あのね、カラオケの曲選んでるときコメント見えないんだよね。そうだ、今コメント欄に戻ってきて今思い出した、コメント見て。みんなの前ではっきりと言ってくれよ、彼がいるからのあなたと付き合えないって。そんな誰かがもしも君にいなくたって、僕にとってはそう、諦めがつくってことさ。真面目な話残らない、本当だ。今
考えてみれば成功率が低すぎる。学校で人気者の君と僕じゃバランス。ごめんね、気を好きになっちゃってずいずいずい。恥ずかしくなるよベイビーベイビー。見のほど知らずなず、わうんうん間違えた。あ、君を好きになっちゃってずいずいずい。でも楽しかったベイビーベイビー。最後に言わせてずいずいずい。泣きたいくらい好きだ。ごめんね他の誰かに気づかれたくなかったんだ。友達よりもそうさりげなく距離を置いた。でも君はいつだって優しくしてくれたよね。微笑みに傷つくなんて僕が思い込んだせいさ。今でも僕の愛は変わらない。ずいずいずい。あの日からずっとベイビーベイビー。出会えただけでもずいずいずい。幸せだ。あ、ずいずいずい。叶わなくたってベイビーベイビー。もう一度言わせてずいずいずい。大好きだった君が。待って、チーズ後で持ってくる。これ終わったら。チャ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 チ
投げられたチーズ。チーズはこれ。これのこと。マイク。うちのマイク。これがある方がね、歌いやすいの。どういうこと？どういうこと？次の曲は。どこ行った？武道館3日目。さよならじゃないとかもないんだよね、確か。流れ星に何を、ないんだ。流れ星に何を願えばいいのだろう。え、流れ星って漢字ですよね。漢字のはず。流れ星な、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 手もでも何ぬね、寝たふり、願い事、な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 いわ。ないんだ。まあでもそうだよね。本当は今でもそばにいてほしいよ。だけど君は引き止められない。見つめ合うほどに切なくなるんだ。不意に思い出がじわるで。冷たい、どんなだっけ。で桜のつぼみを見つけた時、僕たちの別れの春がそこまで来たと知った。悲しみを乗り越えずし、人は優しさのその意味に気づくんだ。君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだ。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、さんでいつの日か Love you I say goodbye my darlingへと続く坂道を何度二人で歩いただろう。桜の花が散ったって一言でしかなかった。昨日とは違う道を聞いてみたいって思ってたんだろう。君が一人きり悩んでいたことを随分
かぬふりしてた新しい人生検診したんなら僕は微笑んでに置くのをあの日の出会いに悔いはないサンキュー今日までありがとう君が幸せになればいいって分かってはいるのに切なくじわじわにじむ、yeah、君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、そんでいつの日か会おう。 Love you I say goodbye my dearest。 シャーン、いい曲、マジ2番めっちゃいい曲、素敵、なんか2番素敵。オーテックさん、直吉さん、マー君さん、ときめきこばぴょうさん、やっちんさん、マジカルバダダちゃん、鉄道のエイトさん、音符ありがとう。てつやさん、ミラーボール2つありがとう。ディスクさん、サイリウムありがとう。ふみおさん、なおきちさん、トラックやろうさん、音符ありがとう。あきら、あき、うん、あ、あ、あきら852さん、サイリウムありがとう。島根のちーやんさん、ハートありがとうございます。だーゆーさん、招き猫、オリビエさん、スミちゃん、ハート、トラックエローさん、ミラーボールと音符ありがとうございます。サプライズレバーさん、ミラーボール3つありがとう。チーズが踊り出すよ、また懐かしい。なんか一時期ジワルデイズめっちゃチームエイトで流行ってたよねなんかめっちゃ山梨ツアーらへんめっちゃ流行ってた思い出、2回目の山梨ツアーらへんめっちゃ流行ってたような思い出です。これあるんだ。続いての曲、これカラオケで初めて歌うかも。夏に会いましょう、海で会いましょう。やっと春風が吹いて青い空が広がって、なんだかいいことが起こりそうだよ。色とりどりの花が道に咲き始めたら、甘いその香りに恋をしたいと思った。 T シャツ一枚じゃまだまだ寒いけど、外に飛び出そうか。駅へと続く並木道、今日は違う景色だ。すれ違う木漏れ日のマドンナ、君を知っているよ。ずっと前から偶然見かけるたび気になってた、通り過ぎてた恋のきっかけ。ちゃんと勇気出して声をかけたい、少しだけお話ししませんか。心をのぞくしよう、初恋とは夏が来る前に。準備しておこう。不意に運命の羽がゆっくり回り出して、何かの歯車が
が動き始める。何も知らない誰かのこと、いつ時からかかかここで願いが叶った。季節はいつだって生きとし生けるもの、成長させるんだ。ざわざわしてるプラタナス、一瞬風が止んで振り向いた微笑みのマドンナ。ごめんなさい。君を知りたかった、もっと近くでどんな笑い声か聞きたかった。何もできず想像していた、だから恥かいても行ってみるんだ。帰り道時間ありませんか。今でもドキドキ青春ドア。初めて2番。たとえ断られて2番初めて聞いたし、初めて歌った。チレレ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 レ恋のきっかけ、ちゃんと勇気出して声をかけたい。少しだけお話ししませんか。心をノックしよう、初恋とは。夏に会いましょう、夢で会いましょう。この曲は私山梨ツアーでそれこそ歌ったような気がするんですけど、まあ、山梨ツアーか忘れたけど歌った気がするんですけど、歌うたびにコンサートで見るたびに振りが変わる曲です。はい、本当にそうなの。なんか私が山梨ツアーで歌ったのが多分その最初なんていうの、その坂道 AKB として歌われたのの皮切りに多分最初なのかな、わかんないけど、そこでなんかこういうダンス作りましたみたいな感じでダンス作っていただいて、そう、まあ、基本のあれ MV に忠実に作っていただいたんですけど、なるべくそのなんか MV の時とあんまり変わんないようにそのダンスの先生が作ってくださったんですけど、なんかこうだ MV はなんかハンカチみたいなのこうやって振り回す振りがあるんですよ。そうだから、なんか山梨ツアーの時もこうやってやってたのね。こうやってトゥルル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 ってやってたんだけど、これが多分その先生の中でこうハンカチを持たないから、普段やる時歌う時ってハンカチ持たないから多分変ってなったのか、変わりました振りが。そうで、初恋ドアもうこれハンカチこうやって振り上げる振りだったのね、本当は。そう MV では、でもうちらはそのハンカチ持ってないからなんか手を振り上げましょうみたいな、山梨ツアーの時はそうなったんだけど、最近はなんかドア開けて手振ってる。そうどんどん変わってる。うん、なんかおもろいよね、それはそれで。その時にあった振りを作ってくださってるので、先生が。今全然違う、なんか見てみようかな、どこでどっかでやってたよね初恋ドア。さすがに映像全然チームエイトの時とは全然違います。これ MV だ、公式が上げてる MV がある。
そう、この時はみんな MV 見てくださったら分かるんですけど、なんかハンカチみたいなの持ってるんですよ。あれ1サビでは持ってない、大サビで持ってんのか。大サビで持ってるから多分1サビでも同じ振りをしてるんですよ。そう、ハンカチじゃないよ全然、なんかシースルーの布だ。恋の聞いたけちゃんと行き出して声をかけたい、少しだけお話。ズッキーがいる。せいのさんもいる？もしや。すごい。そう、これが昔の初恋ドアでしょ。これは振りは健在なのかな。ほらドア開け始めてる、この時、この時ドア開け始めてる。これはいつだろう、リップグロスの時ドア開けてるもん。リップグロスコンサートの時、あ、ここ回すのは健在なんだ。ドア開けてる。そう、あ、回すのは健在だったわ全然。でも多分このこれだ、チーム8。あ、ほら私歌ってるもん。こん時はドア開けてないはず。私ドア一回も開けたことない。ほら、あ、こうしてるわ。なんか8の時は受けたことないもん、うち。初恋と、あ、ほら、青い出ます、エイトは。でも、突然開け始めた、突然開け始めました。でもそっちの方がなんかドア感あるよね、かわいい。ふみおさんハートありがとうっていう裏話でした。なんとなんと、ココフォルさんハート、鉄道のエイトさんハート、直吉さん音符、サプライズレバーさんミラーボールありがとうございます。トラックエロさんアキラ852さん音符ありがとう。島根のチーヤさんミラーボールありがとう。そうっていう、おもろ裏話でした。ウィンクの銃弾ない、もしやない。もしやないリンクの銃弾ないの？ちっちゃい、あ、劇場の曲なのか。それはないかもな。確かに MT だからなさそう。うわー、ナイス、すいません。
上から叫ぶあるかな。屋上から叫べなかった、ないです。屋上から叫ぶもキスキャンペーン、キスキャンペーンサビも歌えないかもよ。大丈夫そう。こういう 曲に限ってあるんですよ、ほらサビも歌えないかも。屋上から叫ぶはうちらも迷った、4人組ユニットで迷った。キスキャンペーンはドボンで見たことあって、なんか振りむずそうだから提案しなかった。あなたのことはずっと昔から知ってたのに、どうして今さら、オーイエー、こんな近くで一緒にいたけど、そう夢では見たことがない。合ってるかもわかんない。突然の思いつきならやめて、一瞬だけの気の迷いでしょう、せめてもう少し時間をちょうだい、冷静になれるまで。よく見ると素敵ね、意外にかっこいい、なぜ今まで好きってこと言ってくれなかったの、気づかずにごめんね、可愛い私のタイプだった、友達から恋人になれるのかな、恥ずかしいけど、サビ歌えた。試しにキスしよう、今すぐ、あ、知り合ってからずいぶん経つけど、異性だったと意識しなかった。お互いに恋の悩み聞いて、どういう時も助け合ってきたね。前の彼女とは何が原因でさよなら言われたの？想像ができない、付き合ってる二人、そうたまたま近くにいて思い出しただけでしょ、なぜ今のタイミング、何かきっかけがあったはず、ドキドキとかしないけど、うまくいくかな、なんとかなよ。試しに知りたい、キスよ、素敵ね、ごめんなさい、意外にかっこいい、なぜ今まで好きってこと言ってくれなかったの、気づかずにこう、わかんない、タイミングむずい、かなり私のタイプだった、友達から恋人になれるのかな、恥ずかしいけど、試しにキスしよう。あ、僕たちはあの日の夜明けを知っている、アルバムの曲か。
ルバムの曲でした。お尻がどんどん痛くなってきました。来た、これは歌えるよきっと。ちょ2番歌えなかったらごめんだけど、懐かしい、これめっちゃ聴いてた一時期。
次は良くなる、次は良くなる、祈ってればきっといいことあるさ。使いのっていいよ。誇りの丘公園って AKB でやってないよね。やった？やってないよね。やったっけ？NGT だけだよね。ふみおさん、音符、コロポックルさん、サイリウム、ありがとう。哲也さん、ミラボール、ありがとう。福岡じゃないや、島根のちーやんさん、福、ありがとう。サプライズレバーさん、ミラボール、3つありがとう。バトー、キトーさん、ふみおさん、ナオキチさん、音符、コロポックルさん、音符、ありがとうございます。これはね、歌ったコンサートで歌った。これも歌えるかな。これもちょっと歌えないかもしれない。坂道 AKB ってなかなか歌うことないからね。4人ユニット勝ち取りました。すごいでしょ。私絶対16人だと思ったでしょ。みんなこういう時ってハルピョンマジ運ないから16人か13人楽曲だと思ったでしょ。4人だった。すごすぎ、すごすぎ。どうせ16人か13人だろう思ったでしょ。自分が一番びっくりしたのかな。僕の声は聞こえるか、風の音で消されたのか、ずっと叫び続ければ届くと信じていたい。お互いにが間違えた。存在になってた。ちゃ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 。僕たちは同じ時代を生きてるんだ。故郷なんて意味を持たない。たった一つのあの太陽の下、どこも光は平等。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。生きてさえいれば仲間じゃないか。頑張ろうとしろ、マジで自分本当にそう、マジで頑張ろうとしろ。はい、すみません。君の歌が聞こえるよ、広い空のどこかから。語るような愛の歌、誰もみんな口ずさんでる。美しい、ここわかんない、 B メロ難しい。愛のそのメロディー、言葉がわからなくても、なぜだろう。同じ時代を生きる意味は、どこで生まれてどこで育っても、たった一つの命を授かって、何をするためここにいるの。幸せだとか不幸せ繰り返し、この空見上げて今日は終わるよ。今こそ未来だ一緒に、うん、ここで生きてれば絆ができる。僕は君だ、分かり合えるよ。君は僕だ、知っているだろう
この地球上は争いごとなんかない、一つの星だ。ああ、諦めた、もう諦めちゃった。同じもの同じもの全ていつでも見ているんだ。希望を持つか絶望をするか、世の中が変わり、いつしか人が人を愛せない日が来たら立ち上がろう立ち上がろう。僕たちは同じ時代を生きてるんだ。公共なんて意味を持たない、たった一つのあなた、どこも光の平等だよ。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。それぞれに価値観がここで集まってきた。この世界には一人じゃない。もうやっぱりわからない、ちゃんと聞くべきだった、ごめんなさい。結構ごめんなさい、結構ごめんなさい。そんなさ、反省してます。反省しつつです。すいません、ちゃんと反省してます。今結構すいません、アキラ8523ミラーボール音符金色だるまありがとう、スちゃんさん招き猫ありがとう、ふみおさんトラック野郎さん音符ありがとう、結構反省、トラック野郎さんサプライズレバーさんミラーボールありがとうございます、島根のチーヤンさん、熊高さん金色だるまありがとう。いや、自分たちのグループの曲としてちゃんと反省しつつですね、本当に。ちゃんと反省します。そしてこれを歌って終わります。これはちゃんと歌える楽曲。これはちゃんと歌える曲だから。これを歌って歌い切って終わります。ちゃんとフルしっかり歌います。君がいるとぎこちなくなってしまうよね。僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて、逃げ出したくなるよ。恋はいつでもある一つで、心の中で踊る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の想いよ。通り過ぎる電車にかき消されたって、君に届くと信じている。どうしても君が好きだ。ウォー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 。もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いているだろう。僕はもっと僕らしく何も縛られず自由でいられたのか。誰にだってなんだって言えるよな。飾ることのない T シャツでいたいな。踏切を渡ろうとしていたら遮断機が降りてきて、
これ以上君に近づけそうにないんだ。そこにいるのに何にも気づかない、君のままで。風に乗ってきっと聞こえるだろう、青い車両に遮られたって僕の言霊を届けたいよ。いつだって君が好きだ。ちゃんと歌えた。2番もちゃんと2番も歌えた。よかった。信じている好きになるってその衝動は何億分の1くらいの心の中の遮断機が上がって、君に会えたら伝えよう。レインボースターやめてねえ。僕らが今生きている間にいくつも踏み切りを待つのだろう。絶対自分の言いたいことはどこの場所からでもいい。叫べ。ありがとうございます。まっきりセーフ。実は恋はいつでもある日突然心の中で鳴る警報器じゃないですか。心の中で鳴るじゃないですか。なんかちょっと詩人出しちゃって心の中で踊っちゃいました心の中で踊る警報器ごめんなさいしい。完璧に歌うって言ったのに。でも言わなきゃ絶対バレなかったでもちょっとちゃんと言ったからちゃんと歌えなかったのでしっかり反省します。ごめんなさい。心の中で踊ってしまいました。あれ止まった？固まった。動いた。固まった。動いた。頑張りすぎ子さんかも。うちの携帯ちょっと動いてる瞬間にランキング読みます。心の中で踊らせてしまいました。すいません。ふみおさんハート音符、あきら852さんカプレさん音符、オーテックさん音符、鉄道のエイトさんカプレさんハート、ありがとう。あきら852さん、ふみおさん、パウくんさん、音符、てつやさん、ミラーボール、ありがとう。一条寺ひかるさん、ミラーボール、ありがとう。ありがとうございます。すいません、動いたり固まったり。今は動いてるはず。今は動いてる。みんな更新して。
いけたかな。じゃあランキングを読みます。いや、みんなが止まってるよって言ってたから、どうしたら。でも伝える方法はもう私はこのテロップしかないんです。だから更新してくださいランキングいきます。また次は失恋ありがとうからって誰か覚えておいてください。私も覚えておきます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位風と海とさん、こちら服なんだっけ、服熊でタワー、ありがとうございました。3位直吉さん、ありがとうございます。4位島根のちーやんさん、ありがとうございます。5位トラックやろうあとゴリさん、ありがとうございます。6位ふみおさん、ありがとうございます。7位てつやとはるぴょん大大大好き、ありがとうございます。8位鉄道ナイトアット年男2日間お話し会ありがとうさん、ありがとうございます。9位一条寺ひかるさん、ありがとうございます。10位あきら852さん、ありがとうございます。11位すちゃんさん、ありがとうございます。12位マックミックさん、ありがとうございます。13位くじの大吾さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ちょっと結構座りすぎててお尻めちゃいてピーマンなので、ちょっと終わったらあれします、筋膜ローラーみたいなやつします。しっかりということで皆さんありがとうございました。めちゃいてピーマン助けてって感じ。カラオケ配信楽しかった。真面目配信からのカラオケ配信ありがとうございました。またなんかちょっと気向いたらやるんで、でもちょっとひーちゃんの卒婚のもあるんでちょっと頑張りますね。あれあれ、イヤホン入れなくなった。あれ、イヤホン入れなくなったから置いとこう。後で入れます。あった、イヤホン入れは AKB とキティちゃんのコラボのやつということで、ありがとうございました。それではまた、お尻痛ピーマンなので明日レッスン頑張ります。まだ今日9時なの、やばない？結構嬉しいすぐ寝る。もうお風呂入ってひーちゃんの卒婚のやつ、昨日も1曲振り起こししたから、今日は2曲ぐらいできそう。今日は2曲振り起こして寝ます。それではおやすみなさい。ありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、急ぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで14,247盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンことはじもたるなでした。それではおやすみなさい。夜ご飯食べよう、お腹すいた。バイバーイ、おやすみ。